応3つ診断されていまして、1つは精度異性障害で、もう1つは、注意欠如多動性障害で、もう1つは、解離性同一性障害。解離性同一性障害自体は、多重人格っていうふうに言われてます。で、人格が生まれて、その人格が行動してしまう。普段はシステムエンジニアとして働く春さん、26歳。現在3つの障害と向き合いながら暮らしています。生まれ持った性別は女性、しかし物心ついた時から性自認は男性でした。そんな彼の中には、ニンニん？何？ご飯できとるよ。ん？うん。今ってハルト君？ハルト君？はい。あ、はじめまして。はじめまして。複数の別人格が存在し、生活を共にしています。頻繁に出てくるのは多分 4,5 人とかになるんでしょうけど、まあ、大体 12,3 くらいを一応把握はしてるぐらいですかね。精神疾患だし、まあ、一応精神障害の手帳は持ってるんですけど、だからといって人生をこう全く暗く生きなくてもいいというか、もうちょっと幸せに生きられる方法あるかな。今回は13人の人格と共に生きる春さんの一日に密着しました。はい、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。日曜日の朝9時、春さんの一日が始まります。はい、パートナーです。パートナーさん、はい、すいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。春さんには同棲しているパートナーがいます。二人は性自認、性的指向が共に男性。出会いは男性同性愛者向けのマッチングアプリでした。3ヶ月の交際を経て1年前から同棲中。家事は分担制で、この日はパートナーさんが朝食作り。フルーツグラノーラです。そして春さんは洗濯物担当。するとその時でした。ニンニ？ん？何？ご飯できとるよ。ん？うん。なるほど。うん。今って、ハルト君。ハルト君？はい。あ、はじめまして。はじめまして。ハルト君、何歳でしたっけ？6歳。6歳？何の前触れもなく人格が交代。現れたのは、春さんが弱っている時によく出てくるゲームが大好きな6歳の男の子、ハルト君です。ハルト君はパートナーさんはよく知ってるというか。そうですね、うん、しょっちゅう。しょっちゅう、一番多いかな。ハルさんのことはどう思ってるの？よく知ってる。うん、まあそうね、不器用な人よね。そうなんだ。うん、でも頑張り屋さんです。いきなり人格が変わるっていうのがもう普通ですか？そうですね、こうコロコロ、ね、おしまい。はい。洗濯を終えたハルト君ですが、人ね、そう、多いね、今日ね。あれ、今ハルト君？いや、ハルト君じゃないですね。あれ、何君？シュウ君だよね。違う？あ、サトル君か。サトル君何？はい、うん、あ、サトル君、
すいませんお邪魔してますいきなり人がいてびっくりしたと思いますけど。主人主人主人うん数字あ、数字が好きなのね。あ、そっかそっか。ご飯食べない？食べます食べる？食べますうん、はい、数字、うん、いつの間にかまた別の人格に交代したのは吃音のため話すのは苦手ですが、数字と植物を愛する優しい少年サトルくんでした。すると持ってく、ただいま、はい主人格のハルさんが戻ってきました。やってみた、はい、食べよう。人格交代は数分で終わる時もあれば数時間に及ぶ時もあり、その間の記憶はありません。いただきます。なんか2パターンあるらしくて、うん、1パターンは、基本的に僕がこの現実からこう退きたいっていう時に多分代わりに出る、まあ代わりになってくれるパターンと、もう一個は興味があるから出るっていうパターンと2つあって、まあ頻度で言えばハルト君が多いからよく喋りますけど、みんな同じように接してるので。ハルさんが認識している人格は全部で13人いますが、主に活動しているのはこちらの7人。陽介くんは、まとめ役で多分一番最初からいた人格で、話を聞くのがすごく上手で、僕がこうなんかしんどいなとかしてる時に、じゃあどうしたいの、どうしたらいいと思うっていうのをよく言う。ゆいちゃんは唯一の女の子です、で嵐の二宮君が大好きです。はい、大好きです。この子はすごいポジティブであったかい子ですね。突然人格が切り替わる乖離性同一性障害、交際後に春さんがそうであることを知ったというパートナーさんはどのように向き合っているのでしょうか。自分がこう心理師として働いてるっていうところもあって、受け入れるところまでは別にそのなんか時間かかったとかないですね。ちょっとね、こうどんな風に接していけたらいいんだろうっていうところ戸惑ったところもありますけど、うん、でも逆にそれを彼に聞いて、まあ、別の人格が別の人格として接してほしい時はそれでいいっていうことだったので、うん、多分一般的にはあんまりその人格ごとに変えるのってあんまり良しとされてないところはあるので、うん、でも、まあ、それはそれとして一般的な話なので、うん、彼は彼としてどう接してほしいのかなっていうので、それぞれのこのパートナーとのお互いの関係性のそのやり方のベストなところを見つけていけば楽しく暮らせるんじゃないのかなっていう、うん、この日はそんな2人の休みが久しぶりに揃った日曜日。天気もいいので外へデートに出かけることにしました。今日は梅まつりが今日まで開催されるとのことで梅を見に来たんですけど、下調べをほとんどしていない したかったのは共通の趣味である写真撮影。普通に風景とかが好きですけど、他の人格も好きな人がいるので撮る被写体が全然違うので、ケイチか、虫が得意な人たちなんでしょうけど、セミをめっちゃ撮ってたりとか。こうして久しぶりのデートを楽しんでいると、ツッツバキッ、出てきたのは
植物が大好きなサトルくん。それか足元がなんか気になるのか。足元気になる。草、うん、踏まない。あ、そうか、そうだね。あの草を踏みたくない。植物が好きなので。あ、そうか。時と場所を選ばず起こりうる人格交代。社会生活を送る上でどのような苦労があるのか聞いてみました。テストとか授業を受けてる時に解いたこと、覚えのないものが解いてることになってるとかいうのがあったりして、でもそこで不利益じゃなかったのは、自分が解いた時よりいい点数を取ってたんですよね。だから、まあ問題にはならなかった。怖いなとは思いますけど。幼少期から他人の声が聞こえたり記憶がなくなったりしていたという春さん。高校3年生の時、正式に医師から診断が下りたことをきっかけに、解離性同一性障害と向き合いながら社会生活を送るようになっていったといいます。まず会社で業務8時間働いてて、8時間フルで記憶が持つことは基本的にあんまない全部とりあえずメモを、まあ、取ってもらうというか、自分でも取るようにはしていて、まあもうそれがなければ仕事はできないです。まあ、出てくるのは陽介か圭一なので、まあ、その2人は別に言わなくてもメモを取るんです。結構メモマンみたいなところがあって、ある種配慮というかはまあしてくれますね。他の人格を受け入れて力を合わせることで仕事の効率が上がることもあるそう。帰ろう、うん、帰ろう帰ろう。公園デートを終え、ちょっと早めに帰宅した二人。実はこの日もう一つやりたいことがあるのだと言います。今から婚姻届を書きます。え、今？はい。あの明日証人の人にもらわないといけないので急ですね。これに関しては、トランスジェンダーの男性だっていうこともあの含めて動画を公開すると思うので、誤解なきように伝えておきたいところではあるんですけど、戸籍上男性である彼 と、僕は今のところまだ戸籍上女性です。で、結婚をすることがこの日本では今できるカップルなんですよね。戸籍上異性なのでできます。で、僕らが、籍を入れる対一つの理由として名字を一緒にしたいからです。なんですが、この先僕は戸籍の性別の変更をするためにあの手術を受けるつもりで、あの、まあ、もろもろの手続きをした後に戸籍の性別は変更できるんですが、その変更する条件として、結婚していないことっていうのが入ります。なのでここで籍を入れますが、多分数ヶ月後ぐらいに離婚はすると思います。ただ離婚しても今の日本では名字は引き継げるんですね。なので、名字は離婚した後もお互い同じなので、あの、まあ、本当に同性婚が認めるのはこんなことしなくていいんですけど、僕らはこういう選択をして、まあ、事情を周りに伝えて生きているっていうことなので。同性愛者が籍を一緒にする方法は養子縁組などいくつかありますが、二人は結婚と離婚という方法で人生の大きな決断を下しました。この日は少し早めに夕食作り。カメラはソニーなんですね。うん、今春さんですか。トンマです。あ、こんにちは。こんばんは。こんばんは。はじめましてですね。はじめまして。あまり人前に姿を現さないというトーマさんに交代。独特の方言口調で絵や料理が好きな男性です。
トーマくんたちはハルさんの話は今日結構聞いてた？あのインタビュー先の、うん、あれはこうやって見てたけど、でも公園行って梅をなんか見てたけど、僕別にあんま興味なかったし、寒かったからいいかなと思って。そんなトーマさんが作った美味しそうなハンバーグが今日の夕食です。日常の至るところに深く関わる他の人格たち、彼らは二人にとってどういう存在なのか、改めて今の気持ちを聞いてみました。他の人格にはこう彼のことも支えながら、一緒に私とも暮らしてくれて本当にありがたいなって思うところもあって、彼が生きていく上では必要なことなんだろうなっていうところですね。味方だと思います。自分の中にいる味方だと思ってて、僕が多分今まで受けてきた、ストレスだったりとか強いトラウマから身を守ろうとして生まれてきた人格だと思うので、そういう意味ではすごい非常に助けられている存在だと思います。うまく共存していくってことも大事なんじゃないかって、そういったなりの幸せのあり方はあるかなとは思ってはいます。春さんはこれからも13人の人格とともに人生を歩み続けます。この番組は公益財団法人日本財団の提供でお送りしました。